今週2月10日に僕らの初めての単行本「世界の終わり」が発売になりました、うん、まあバンド名が表紙にねバーンって書いてある、うん、デデンと本ですよね。そう、まあこれはですね、デビュー前から最新アルバムのトリーまでのロッキンオンジャパンでのインタビューをまとめたものです、うん、だからロッキンオンさんから出るわけですけども、デンとインタビューをもちろんこの5年間に撮った写真もたくさん掲載しています、うん、全部ではありませんが、たくさん撮ったからね。まあでもほとんどなんかその時期的に言えば全部みたいな感じだよね。そうだね、うん、抜かしてる時期はないですね、うん、インタビューもそうですよね、うん、まあ僕らの奇跡ですからそれが。そうですね、なんであれば、なんか今とね変わってることがもしあったとしても、なんかそれはそれでいいなと思うし、なんで丸ごとね、うん、収録されている、うん、どうだっていうぐらいね、赤裸々に全てを語ってるらしい。そうですからね、うん、すごい量だという風に聞きました、うん、そうですよ、だそれぞれの2万字とかも入ってるからね。そうですよ、なんか分厚いんですよね、ちょっと図鑑みたいな感じ。そうです、ほとんどどんぐらい分厚い、どんぐらいですか。分厚い5センチ、あ、どんな下がってか4センチぐらいですね、うん、俺の親指の高さぐらいはあるかと思いますね。相当なもんですよ。結構だと思いますね。これ読んでる暇があったら勉強しなさいって言われるぐらいはそうですよ、受験生だったら ね、1日で読むのはかなり大変だ。いや、もうかなり大変だと思うんですけど、うん、はい、ぜひ手に取ってみてほしいと思います。お知らせがまだあるんですけど、僕らの映画東京ファンタジー、こ去年のやつですね、はい、うん、映画の東京ファンタジーが4月15日に、これ DVD リリースということですよね。 DVD リリースされることが決定しました、うん、知らないうちに決定していました。ブルーレイまで、 DVD とブルーレイが出るそうですね。なるほど、まあ映画でまだね見てないんで、ぜひ購入したい、購入して購入してください。じゃあ、まあ、DVD 映画館でね、見逃した人とかがいたらね、ね、繰り返し見たい人は、うん、ぜひ買っていただいてね、とかは買っていただいて、インタビューとかもついてるからね。そうですね、DVD、新しく収録したね、特典映像みたいな、まあ、さっき の、 あのロッキンオンのインタビューまとめたやつにもね、新しいインタビューもちょこっとあったりとかしますよね、うん、あの確かにあるんで、撮りました、喋りましたね。そうですよ、今までのインタビューも全部見た、全部読んでる、全部撮っといてるっていう人も、うん、あの そこでしか読めないインタビューがあるよ。だからぜひだね。ぜひ買うようにということですね。うん、Rock, ladies and gentlemen, boys and girls, Seika Owa rocks. Seika no Owari.世界の終わり、深瀬です。中順です。沙織です。DJ ラブです。世界の始まり、世界史の講師、セカオワロックス。今夜はこの授業をお届けします。セカオワロックス、掲示板逆伝。はい。セカオワロックス掲示板に届いた書き込みに直接電話をして話をしていきたいと思います。掲示板登録をすれば自由に書き込みができるセカオワ掲示板、はい、みんなどんどん登録して書き込んでくださいね。はい、岐阜県16歳女の子、つぶ犬。つぶ犬、はじめまして、つぶ犬です。はい、明日私初めて組んだバンドメンバーと初顔合わせで合奏してきます。合奏 RPG やります。私はドラムです。バンドで合奏するということでございます。もうなんかこうスタジオに入ったっていうことですよね、きっと、うん、何、これは割と前の書き込みなのかな。前の書き込みなんですかね。そうですよ、ちょっと前の、うん、多分なんかこう多分ね、もうスタジオに終わってると、はいはい、思うんですね。結果が聞けるということね。聞いてみましょうか、うん、はい、もしもし、もしもし、こんばんは、世界の終わりです。こんばんは、元気だね。元気だね。やばい、つぶ犬ですか。はい、つぶ犬です。つぶ犬、こんばんは。こんばんは。書き込みどうもありがとう。いえ、嬉しいです。ドラムやってんだね。やばい、失礼してる。まあ落ち着けてください。心をまず落ち着けてください。ドラムやってるんだね。はい、はい、ドラムです。バンドメンバーと初顔合わせで、はい、どうだったんですか。ということだったんですけど、初顔合わせは、はい、RPG とかを練習して、うん、うん、3時間ちょっとぐらいやりました。3時間ちょっと結構やりましたね。初顔合わせでいきなりもうあれだ、はい、そうか、いきなり合奏してるんだ、うん、そう、はい、そうだね。なるほどね、まあ、スタジオだからやるよね、音は出すんじゃない、うん、ああドラムの他にはどんな楽器がいたの。キーボードと、うん、ギターボーカルの子と、うん、ベースの子、うん、で5人、はいはい、みんな女の子。
男の子3人と女の子私とも1人。そう、うん、どういう知り合いなの？知り合いというかどういう出会いというか、あとの4人は仲良くっていうか、私がバンド募集の掲示板に私が登録して、へえ、出た、バンドに拾ってもらえませんかって送って、はいはい、それで、へえ、それか、じゃああれだ、すげえ緊張したろ。はい、なあ、じゃあ顔とかも初めて見たってこと、うん、だから初顔合わせって俺なんか変だなと思ったんだよ、うん、まあ、だ同じ学校とかだったらさ、まあ、顔確かに大体知ってるよね。あれで3時間半は結構頑張ったね。すごいね。しかも4時間パックだよね多分ね。4人、そうだね、4人はもともと知ってたんだもん。3人の子は幼馴染みたいな、小学校から一緒で、もう一人の子は高校で出会った子みたいで、その4人は4人でやってたってこと？元は男の子3人と他のドラムでやってたかな、多分。でドラムの子がいなくなってつぶいのようにつぶいのところで、私が掲示板書いてそれで拾ってもらったって感じです。年齢は？年齢はみんな同じぐらいなの？4人は高校2年生で、私は1年生です。お、先輩か。おいおいおい。楽しい生活。先輩と。すごいね。でもすごい行動力だ ね。すごいよ。勇気いることだと思うけど、うん、そうだ、はい。実際に会うっていうことはね。うん、でもバンドすごいやりたかったんだね、じゃあ。ということは、はい、つぶいには。やりたかったです。うん、学校、同じ学校の人とかでは探したりはしなかったの？探して。うんうん。私いろんな部活の子とかに聞いたりしたんだけど、うん、部活は何やってんの？吹奏楽部です。それで聞いたりしたけど、なかなかなんかうまく話せなくて、話が進まなくて、うん、で学校で見つけられなくて、ちょっと思い切って、はいはいはい、新しいところにと思って、うん、あのね、すごいよくわかるわ。そう、俺たちもね、現地版探した時期はあるんだけど、登録してサオリちゃんとねラブになったんだけど、ラブになりましたね。俺もね、高校生の時ね、バンドやりたくて、ギターやってたから、他の、パートの人をね、学校内で探してたわけ。今の世界の間のメンバーは誰も高校一緒じゃないから、俺も自分の高校の中で同じバンドをやるやつを見つけようと思ったんだけど、ドラムの人は見つかったんだけど、はい、俺はギターで、でベースの人がいなかったわけ。結局見つからないままもう卒業しちゃったわけよ、うん、もうできなかったわけ、うん、でそこ高校生の時にその掲示板に書き込みをして会うっていうことをしたつぶいのはすげえな。そう、メンバーっていうのはね、一番のね、宝だからね。本当に大変ですよ、見つかんない人はね、ずっと見つかんないんだよね、本当に見つかんない。ね、その大切にした方がいいですね、うん、大切にした方がいいよね、うんうん、逆になんか質問等ありますか、僕たちに。今話したように、私みんなと2週間に1回ぐらいしか多分これからも練習できないと思うんですけど、うんうん、あと個人で会えない中でどうやって練習をしたらいいですか。練習ですか。2週間っていうのはどうして遠いの。いや、なんか遠いっていうか、なんかそれぞれなんかなかなか予定が合わなくて、うんうんうん、高校生忙しいからね。確かにな。そうやったら上手くなるかな、難しい問題ですよね。うん、まあ、2週間だって一人だけ上手くなっても結局バンドとしてのさ、まあ、そうだね、練習にならないとしょうがないから、ね、うんうん、うーん、まあ密に連絡を取ってみたらいいんじゃない、その、うん、会えなくても LINE だね、 LINE とかメールとかでやり取りをして疎遠にならないことは重要じゃないかな。俺たちもその LINE が今あるからいいけど、グループ LINE ないときは、うん、そのみんながあるところでメールを送るとみんなに届くみたいなの知ってたよね、うん、やってた、メーリングリスト、メーリングリスト今あるのかな、メーリングリスト多分ない、あるっちゃあるけどあんまり有名じゃないかもかもしれないね。密に連絡取ることだね。そうだね、密に連絡取った方がいいかもしれないね。仲いいとね、なんかそれがこう上手くなるかっていうのはあれだけど、そうそう、きっとそれって絶対こう
いいこと、うん、そうだね。だから仲悪いよりはね、仲悪くてうまいっていうのも、うん、まあいいと思うけど、でも仲いい方がね、まあ仲いい方がいいね、うん、だスタジオ練習の後とかなんか遊びに行けばいいじゃん、映画を見に行ってみたりとか、ね、買い物行ってみたりとか、そうすぐね、まあデートだ塾だってやつがいるからそうだね、終わった後のミーティングを練習の倍やりなっていう感じですよ、うんうんうん、僕からすると、うん、それはなんかこう散歩しながらとかでもいいと思うしね。そうですよ、僕らも一番最初事務所が決まった時、事務所でこうなんかミーティングした後、うん、必ず1時間ぐらい歩いて帰ってたよ ね、かけて、うん、歩いてたよ、ね、あえて最寄り駅では乗らずになんかすごい歩いて乗ってたよね、電車に。そうだよね、だってその間の中で中島もっと曲作ってみればとか俺が言ったりして、うんうん、で中島が曲作るようになったりとか、うん、いろんなことを、ね、そこでとっても大切だからね、うん、だから密な連絡だね、密な連絡は大事だと思いますね、うん、まあ一個年下でなかなか言い出すと難しいかもしれないけども、うん、はい、そうやって積極的にアピールしていくのは大事なんじゃないでしょうか。はい、わかりました。頑張ってね、頑張ってね、頑張ってね、なんかできたら音源も送ってください、ね、はい、わかりました。はい、じゃあね、またね、またね、ありがとうございました。昔を思い出しました。ちょっとずっと探してたよね、うん、2人は。そう、バンドメンバーを、メンバーを探すのは本当にちゃんと、だって沙織ちゃんとライブだったんですよ、バンドマンになりたいって言うんじゃねえか、困ったよ、ね、だから隣で見てたよ、なんか東方プロ志向とか書いてあるのね。そうなんですよプロ志向なのにどうして週1しかスタジオに入れないのとかね、いっぱいそういうの書いてあって、うん、ずっと、ね、なんかそういう人たちにメールして会ったりとか、あったね、うん、ミクシーやってバンドメンバー探したりとかね、うん、結構いろいろやってたよね、結構いろんな人と会ったんだよね。でもやっぱりなんかさ、2人がさバンド始めるはずだったからさ、2人がいろんな人に会ってるじゃん、はいはい、そうです、私たちが入る前、はいはい、なんでかわかんないけど、私2人が探してたバンドメンバーになぜかほとんど会ったことあるんだよね。あるでしょう、そうだね、大切なものな目の前にあったの目の前にいたのも、だから入ってるじゃん、なんか入ってる、ね、ね、私別に全くメンバーじゃない、入して入ったってことですよ、気色悪いことに、はい、セカワロックスではみんなからメッセージを募集しています。メッセージはメールでもセカワロックスページ版への書き込みでも OK です。アドレスは www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK、 ラブの L です。それではまた来週この時間に会いましょう。世界のアリフカセと長人と沙織と DJ ラブでした。包丁教頭も大事なパートナーをねと一緒にお仕事をしてたりもしてると思うんですけども、どうやって出会ったのかちょっと聞いてみたいですね。